行くかな。よし、ここだ。
おい、まだ調子悪いぞ。本当に大丈夫だったのか、あの魔法。でも魔力は上がってる気がする。まだ少し体の節々が痛むけど。まったく情けないぞお前たち。なんでエルザは平気なの？きっと元からセカンドオリジンがあったんだよ。それは納得できる。それにしてもこんなでけえ町初めて来たな。はい、私もです。花咲く都クロッカス、フィオーレ王国の首都だからね。それでお花がいっぱいなんですね。やっと来たかお前たち。マスター、参加の手続きは済ませてきたぞ。フェアリーテールの力見せてくれるわい。おい、フェアリーテールだって？あいつらが万年再会の弱小ギルド。誰だ今笑ったの。よせ、どうせ今年も再会だろ。優勝はセイバートゥースで決まりさ。笑いたい奴には笑わせとけ。くっそー。よいか、3000万じゅフィオーレ一のギルドを目指すため全力を出すんじゃ。このままではわしらの命を救ってくれた初代に顔向けできん。よし。よし。何？競技は明日からのわけだが、いかんせん内容がわからんの。毎年やってる競技が違うのか。私も一応過去の記録読んだけど、競技に一貫性がないのよね。ま、出たとこ勝負ってわけか。バトルだったらいいな。謎の魔力に謎の競技か。エルザ、明日までに公式ルールブックを読んでおけ。これを読めと。任せて、風読みのメガネ持ってるから。かいつまんで説明すると、大事なことは3つかな。まずは各ギルドのマスターは参加できないこと。ま、そうじゃろうな。ギルドの紋章をつけていないものを客人として参加させないこと。ま、それも当然だな。各競技は競技開始直前まで秘匿とし、各競技のルールもそこで説明される。試合によってルールや出場できる人数が全然違うみたいだから注意してね。出
出場者はすでに決めておる。ナツ、グレイ、エルザ。ここまでは順当よね。あと2人はルーシーとウェンディじゃ。無理ですよ。ラクサスさんやガジルさんもいるでしょ。だってまだ帰ってこないんだもん。マスターは個々の力よりチーム力で判断したんだ。選ばれたからには全力でやろう。うん、そうだね。あ、最後に注意書きがある。参加者は指定された宿に12時までに帰ること。12時？いつの？今日の夜中ってことでしょ。ガラスの靴を履いたお姫様みてえだな。12時指定された宿。まだたっぷり時間があるじゃねえか。せっかくこんなにでけえ町来たんだ。探検するぞ。はいさ。よし。そうだな。そうだな。はい。グレイ様、ジュビア、グレイ様の応援に来ました。あの、よかったらお食事でも。二人って。そういや腹減ってきたな。それならいいレストランがこの町にある。リオン大魔党演舞に出るんだってな、グレイ。まあ、優勝するのは俺たちラミアスケールだがな。一つ賭けをしよう。ラミアスケールが優勝した暁にはジュビアを俺たちのギルドがもらう。なんじゃそりゃ。俺たちが勝ったらジュビアをお前たちに返そう。もともと俺たちのギルドだよ。男と男の約束だ。忘れるなよ、グレイ。賭けになってねえだろうが。ふざけんな。負けるのが怖いのか。なんだと。グレイ様、ジュビアを取るかリオン様を取るかはっきりしてください。お前全然話見えてねえだろ。おう。あんたは
夏ドラグニル。猫？何ですか？あの間抜けな顔した猫は。間抜け。しょべった。私突っ込まないとダメ。大魔党演武に出るって噂は本当だったのか。俺のこと知ってんのか。アクノロギア、ドラゴンを倒せなかったドラゴンスレイヤーでしょ。それってドラゴンスレイヤーの意味あんの。ああ、これでも昔はあんたに憧れてたんだぜ。ちなみにこいつはガジルさん。同じドラゴンスレイヤーとして気になっていただけだ。ドラゴンスレイヤー、お前ら二人とも真のドラゴンスレイヤーって言ってくんねえかな。俺たちならアクノロギアを倒せるよ。あんたたちアクノロギアを見たことないからそんなこと言えるのよ。そうだそうだ。頭の悪そうな猫ですね。レクターは頭いいよね。見たかどうかは関係ない。要はドラゴンスレイヤーとしての資質の差。私が説明しましょう。夏くんなどはドラゴンから滅竜魔法を授かった、いわゆる第一世代と言われています。オタクのラクサスくんやオラシオンセースのコブラくんは竜のラクリマを体に埋め込み滅竜魔法を使う第二世代。そしてスティングくんとローグくんはあなたのように本物のドラゴンを親に持ちつつ竜のラクリマを体に埋めた第三世代、最強のドラゴンスレイヤー。第三世代。お前たちも777年にドラゴンがいなくなったのか。ま、ある意味では。はっきり言ってやる。俺たちに滅竜魔法を教えたドラゴンは自らの手で始末した。真のドラゴンスレイヤーとなるために。ドラゴンを殺した。人間がドラゴンを。親を殺したのか。ま、本戦で戦うことがあったら見せてやるさ。本物のドラゴンを倒した力ってやつを。行くぞ。旧世代には何の興味もない。時代遅れのドラゴンスレイヤーは連れてる猫も貧乏くさいですね。クロム様。あれがフィオーレ一のギルド、セイバートゥース。我々の勝利だ。
よし。ほう、よし。何？よし。ああ。よし。どうすっかな。そろそろ12時だわ。ところでウェンディはまだか。シャルルと一緒のはずだし、迷子になるとは思えないんだけど。もうすぐ12時か。あんな小さい子がこんな夜遅くまで。夜更かし、悪友、不良。ああ、どうしよう。小説書きはみんなこういう想像力なのか。よう、差し入れに来たぜ。いよいよ明日だね。エルフマン、リサーナ。山ごもりから戻ってたのか。かなり力をつけたつもりだったのに、先行から外れるとは。なあ、俺も出て。リサーナや姉ちゃんにいいとこ見せて。大魔と演舞にお集まりのギルドの皆さん、おはようございます。これより参加チーム113を8つに絞るための予選を開始します。予選だと？聞いてないぞ。 113？ あれ、フィオーレ中のギルドの数にしては多すぎるような。予選ならば事前に通達しておけばよいもの。不可解な段取り、多すぎるギルド、謎の魔力。怪しむべきは主催者側か。毎年参加ギルドが増えて内容が薄くなってるとの指摘をいただき、今年は本戦を8チームのみで行うことになりました。予選のルールは簡単。これから皆さんには競争をしてもらいます。ゴールは本戦会場ドムスフラウ、先着8チームの本戦出場となります。魔法の使用は自由、制限はありません。早くゴールした上位8チームのみ予選突破となります。ただし5人全員揃ってゴールしないと失格。それと迷宮で命を落としても責任は取りませんが。大魔党演舞予選、スカイラビリンス開始。競争っつうなら急がねえとな。待て、ゴールの規定が5人揃ってだぞ。ウェンディがまだいない。ウェンディ！ウェンディがいなくても
男がここにいる。メンバー変更じゃい。仕方ねえか。ウェンディを待ってる時間もなさそうだし。頼むぞエリクマン。任せておけ。チームフェアリーテイル行くぞ。ラビリンスはそれ自体が回転する複雑な迷路だったけど、私たちが力を合わせれば楽勝。あっという間に踏破した。おめでとうございます。予選通過決定です。よし。そりゃそうだろう。すっげえ順調だったし。もしかして私たち1位？いいえ、8位です。ギリギリ通過です。え、予選通過できたんだし、本戦頑張ればいいよね。ああ、明日から本戦。燃えてきた。あとはウェンディが宿に戻っていれば万事 OK と思ってたけど、事態はそんなに簡単じゃなかったんだ。実っておる。熟した果実が実っておる。今年こそ完成するかもしれんな。待っているがよい、ゼレフ卿。守備はいかがですか、アルカディオス。は、姫。万事順調にございます。ついに我らの宿願が叶うのですね。世界を変える扉。
エクリプス。すべて姫の御心のままに。あとはこの桜花聖騎士団団長アルカディオスにお任せあれ。ヨシナに、あなたを信じていますから。よし、